毎日がエブリデイ。皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日も東京は渋谷スペイン坂スタジオより生放送でお送りしていますっていつか言いたい。はい、今回はね、初登場なのかな、ビルジーちゃんですね。ビルジーちゃんはね、レフト・フォー・デッド2っていうゲームの登場キャラクターらしいんですよね。まだ僕はね、プレイしたことがないのでわからないんですけど、あ、一応ね、持ってるんですよ。持ってるけどね、まだ、あー、これルインだね。そして今回のお客様はマイケル先輩。わわわわ、マイケル先輩なんかね、人気キャラクターなのかどうかよくわかんないけど、ゾンビアーミーっていう映画じゃないゲームにもね、登場してましたよね。で、レフト・フォー・デッド2っていうゲームではね、最後なんかみんなを助けてね、自爆して死んじゃうみたいな、そんな、なんていうか、職人かたぎな軍人さんらしいですね。かっこいいよね、なんかこのおじいちゃん。もういかにもね、もう軍人さんって感じでさ、バリバリの軍人さん。ね、アーミー魂みたいな。こう、味方を助けるためだったら自己犠牲も厭わない。で、そんなじいちゃんはね、結構そういう自己犠牲系のパークをね、固有パークとしているようです。代表的なのはボロータイムね。ボロータイムね。あれもね、自分の身を犠牲にしてみんなを、お、こんなところに、呪いのトーテム発見。さあ、早い段階からね、ぶっ潰してしまえば、プレッシャーをね、キラーにプレッシャー与えることもできるし、ゲームを有利に進めることもできる。なんつってもね、このゲーム、私めが貢献していますよね。さあ、これでね、どんどん、発電機の修理を進めることができる。またいい仕事しちゃった。で、今日つけてきたパークはね、ボロータイムの他に、じいちゃん固有のね、アンブレイカブル、不滅のパークですね。瀕死状態からね、一度だけ立ち上がることができるというね、まさにね、軍人魂を極めたじいちゃんにふさわしいパークですよね。いざという時に、ここぞという時に、生きてくるパークかな。まあなかなかね、放置されればいいんですけど、さっさと釣られちゃうとね、あまり意味のないパークになっちゃうんですよね。死にパークになっちゃうんですけど、まあ結構ね、このランクになってくると、放置するキラーもね、瀕死状態に追い込んで放置するキラーも多いですから、どっかの場面でね、使えると思いますよ、これね。キラーも生存者たちがね、どんなパークをつけているかっていうのがわからないからね。アンブレイクアブルを持ってると知っていたら多分ね、放置はしないと思うんだけど、まあ、パークが見えないのはお互い様だね。僕たちもキラーのパークは見えない。うわぁ、見つかっちゃったか。あー、他の連中も出てきた。これは第3段階に入りましたね。さあ、今から1分間ワンパンタイムが続くんで、なんとかその間にはね、見つかりたくない。ワンパンタイムねえ、凶悪は1人もう早速な、いやいや、1人じゃねえ、2人だよ、2人。やべ、うわー、凶悪だね、ワンパンタイムは。さて、どこに釣られるのかな。一人は瀕死状態で放置。あそこか。一応ね、バーベキュー&チリを持ってることも想定しといた方がいいね。どこだ。あ、今追っかけてる。よし、今のうちレスキュー行きますよ。そろそろワンパンタイムも終了だからね。はーい、お姫様、救いに来ましたよ。さて、治療2人でやれば早い。早い。あらあらあら、満タンにしてあげましょうよ、満タンに。メグちゃん、案外冷たいな、メグちゃん。いやー、また1人。あれ、ちょっと待って、おい、みんな、気づいてるか、ワンパンタイムが終わってない。おい、これ。ちょっと待って、これあれですよ、なんだったっけ、あのパークじゃない、アドオン、マイケルのアドオン、いい香りがする髪の毛の束、
今ちょっとねパッと調べたんですけど、多分つけてる、それもう絶対つけてるよね。これはどんなアドオンかっていうとね、うちなる邪悪レベル3、つまりねワンパンタイムがこれからずっと続くんですよ。要するに終わらないの、レベル3のまま。足が速くてワンパン、一撃で瀕死状態に追い込まれる。なおかつは足が速い、てかもうこれ完全に積んでるかも。おいおい、これはもうあれだぜ、もうさっさっさっさとね、ちゃっちゃと発電機を修理してもう脱出するしかない。あと3台か、厳しいな。ずっとワンパンタイムだからね、もう見つかったらまず逃げることは無理だから。やばい、救出レスキューしつつも発電機も直していかないとラチ開かないからね。見つかったらやばい、見つかっている、やばいやばい、おお、これは逃げられないな。うわ、もう全身血まみれじゃないのこの先輩。うわー、これは勝てないわ、無理無理。うわー、みんな発電機の修理を進めるんだ、俺のことはいい、いやいや助けてほしいけど。うわー、凶悪だな。お前たち男塾並みの友情に目頭が熱くなるぜ。おお、ありがとう、助かった。だけどワンパンタイムは未だ続く、あと2台。しかしみんな助けるマンだし、なかなかの手だれだよみんな。マイケルもせっかくいいアドオンつけてきたから、僕たちを散々なぶり殺しにね、なぶって楽しんでるところあるよね。すぐには脱出させないというか殺さないというかさ。一撃で倒せるからあんまりキャンプもしない。ナイスレスキュー、なんとか全員揃って生き残りたい。来たか、あー来た来た来た。いやもうナイフをね、うわ、やばい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 、見つかっちゃった。うわー、これは厳しいっていうか痛ないし、うわー、あーこれは厳しい。めぐたそう、ありがとう、サンキューメグタソン、メルシー、僕、私。さて、とりあえずちょっと距離を置いて治療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 。セルフケアがないんだよねまだね、ビルジちゃん。パークもさ、まだまだランクが揃ってないっていうかね、レベルが低い。不滅だけがレベル3で、あとは1とか2ですよ。よし、ここでとりあえず治療しちゃいましょう。いや、メグちゃんを見捨てるわけにはいかない。あ、メグちゃんじゃない、ドワイトか。いくよ、よし、ボロータイム発動。あー、今のこれメグちゃんか。まだメグちゃんは命はある。第2段階に入ってるけど、なんとか治療していかないと。オッケー、さてどうする。来たか、あら、また一人切られた。いやいやいや、もう内なる邪悪レベル3だからね、近くにいるぞ。一人ダウン取られていて、誰だ。うわー、釣られたというか天に召された。
り3人で、あと1台。ナイスシオリー。よーし、ゲートから脱出だ。だけどレベル3だからな。みんな大事な話がある。よく聞いてくれ。デッドバイデライトは脱出するまでが遠足です。今の叫び声はメグタソかな。メグタソだな、きっと。彼女は救いたい。 OK、 ドワイトが開けてくれている。うわー、ドワイト脱出しちゃったのか。メグタソはどうだ。まあ、釣られに行ってしまう。彼女は何回目だ。まだ命は残っているのかな。あー、召されてしまったか。なめんなよ。というわけで脱出。はーい。いやー、ちょっとね、あのアドンは凶悪すぎるよね。ワンパンタイムがずっと続くってさ、ちょっと無理ゲーでしょ。いや、キラーランク1かよ。あ、やっぱりあったね。いい香りがする髪の毛の束。ちょっとこれもう反則ってかチート級ですよね。はい、というわけで、まあでもね、まあ奇跡的に脱出できましたので、よしとしましょう。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご清聴じゃなくてご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、Have a nice day. バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら、高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック。iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。